日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらドミノピザの夏の新商品をいろいろ食べたいと思います。なんかバーベキューとかバーベキューソースやチリいやサクサクのチキン、あと自分の大好きなバナナを使ったシェイクなどいろいろあるみたいです。ちょっとシェイク映らないですけど、うん、暑いので早く食べたいですね。というわけでまずはこちら、ちょっといっぱい商品あるので顔映んなくなっちゃって申し訳ないんですけど、そう、はい、これで、こちらがバナナシェイクです。うまくは言えないな。こちらがバーベキューソースピザです。ちょっと本当にスペース考えるよって感じですけど、それでは早速ピザから食べていきますね。うん、ちょっと顔見えづらいですけどいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。うわ、久々のレビューなのにやらかしまくってるなドミノ。ちょっとまあ配達の時間が予定より少し遅れたとか、暑くて早く涼みたいとかいろいろ考えながらやってたら、少々かなり雑になってしまいました。本当だけどピザは美味しいです。チキンの旨味が広がってきて、生地もいいんですけど、ライスボールのチキンライスやケチャップライスとも合いますね。ザクチキの底のあるカリカリ食感もあるし、あとはやっぱり今回の一番はこれかな。私が大好物だっていうのもあるけど、さて何を私は一番に選んだのでしょうか。やらかしまくりですがしっかりレビューしましたよ。いや、これからレビューしていくんですけどね。ごちそうさまでしたが、ちょっと最初もう机がテーブルの上、いやもう見てるお皿の上がいっぱいいっぱいだったので、ちょっと落ち着いて紹介できなかったことをお詫び申し上げます。申し訳ございません。では食べ終えたので改めて今回食べたものを紹介していきます。まず今日食べたのはチキンとバーベキューソースピザ、ライスチキンのレモン仕立て。これのみのみの公式ホームページを見る限り逆のパターンもあります。でピザは今回ピザハットに続いたのか、ドミノピザもお一人様用ピザを作り出したのでお一人様用にしました。さすがに30を超えてくると一人で丸ピザ1枚っていうのはなかなかきついので、まあ、前にも話したかなこれで、あと新たなサイドメニューとして加わっていた伸びるチーズ棒とザクチキ、まあ、ザクチキは期間限定みたいですけど、そして同じく期間限定のリッチチョコバナナシェイク自分が大好きなバナナと聞けばもう注文しないわけにはいきませんでしたよ。で、それぞれの感想についてですが、まずチキンとバーベキューソースはそこまでバーベキューソースが強烈に強いというわけではなかったんです。ピーマンやトマトの食感、味もちゃんとあってあっさりといただける美味しい唐揚げ海苔の唐揚げのせピザかな、唐揚げとかフライドチキンというか乗ったピザでした。どうだ、バーベキューソースとわざわざ歌うほどじゃないね。もうちょっとソース多めの方が良かったかもしれません。ご飯だったら渡っちゃった。一方でレモン仕立ての方なんですけど、こちらはところどころでレモンの酸味や苦味が感じられるのですが、ちょっとかけるのと違って皮まで食べること前提になってるのかなって思うような置き方をしているので、レモンの苦味が得意か苦手かで好みが分かれそうな気がしました。その次ザクチキは本当に衣がザクザクしていてシンプルに美味しかったです。伸びるチーズ棒はあんまり伸びなかったような気もしますが、チーズそのものは濃厚で口の中でコクのある旨味を広げてくれました。そしてあとフライドチキンとチキンナゲットも食べたんです、あるのとサイドであったのですが、それらは以前食べてますので今回は省略させていただきますね。そしてリッチチョコバナナシェイクはチョコはちょっと弱めなんですけど、ホイップクリームのあっさりとした味わいとバナナのまろやかな優しい甘さが口の中にうわっと広がってきて美味しかったです。暑い時に飲みたくなるシェイクですね。というわけで今回の場合、なんかピザやライスボールよりも最後に飲んだ、いや最後じゃない、飲んだリッチショーバナナシェイクが一番美味しかったので、
代表として5点とさせてください。ピザだったら自分はこうライスボールで食べたレモン仕立ての方が途中で味の変化を感じられてより良かったかなと思いましたので、そちらを代表として4点ですね。では元旦の骨を掘るかな、この庭の。いやいや掘っちゃダメでしょ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。